こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、マンモスレイクは素晴らしい場所でした。というお話です。今回ね、マンモスレイク、皆様にお伝えしてきましたけれどもね、今日がね、最終日ということで、RV パークの方、仮自宅をしましてね、今、ロサンゼルスに向かって、出発したと。そんなね、今、ところでございます。このね、RV パーク、今回予約したところは電気、水道が使えるという、どちらかというとね、生粋のキャンパーから言われますとね、なんてとこ泊まってんのよという感じに言われちゃいそうなところなんですが、私は RV 屋ですのでね、こういったところをね、今後も利用すると思います。なかなかね、この場所いろいろ揃っておりまして、トイレ、それからシャワーですね、それからプールもジャグジーもあって、お孫ちゃんたちが来た場合なんか結構いいところなんじゃないかなというふうに思います。6月ということで、ちょっと寒かったですけどね。そんな形でね、また次回もね、利用したいと思っています。で、こちらがね、受付を受けたレジストレーションの場所ですけれどもね、ここへね、シャワールームとかそういった時に使った、キーカードみたいなものね、これをちょっと返却しまして、どうもありがとうという形でね、おばさんに挨拶をして、それでね、ロサンゼルスに向かおうといったところであります。これからですね、5時間、多分休みながら6時間、7時間かかると思うんですが、ロサンゼルスに向けて帰るわけですけどもね、このマンモスレイクから、フリーウェイのですね、395というところ、これをね、利用して、ひたすらね、走るということになります。そしてね、途中なんですが、温泉があると聞いたので、その温泉にね、ちょっと入って、ゆっくり、休養を取ってから、ロサンゼルスに向けていこうということでね、温泉って言ってもね、ちょっと日本の温泉と違いますよね。温泉プールになるわけですね。こちらの方にね、今向かっております。395号線を走って、ナビがですね、この場所を曲がりなさいということで曲がって今入ったわけですけどね、そんな場所はあるのかなという、そんな場所でしたね。景色はいいしね、すごいところだなと思うんですけれども、果たしてね、そんな場所があるのかとちょっとね、心配になってしまうぐらいのね、場所でありました。ただね、だんだんね、奥の方見ていると、青々とした木が見えてきたので、おそらくここにね、温泉のプールがあるんじゃないかということでね、だんだん近づくにつれて、なんかありそうだなという感じでした。で、この場所なんですが、アグアカリエンテというサンデー用の温泉のところにですね、行った時に隣にいたおじさん、ワシントン州から来たっていうおじさんだったんですが、その方がね、カリフォルニアにはこういうとこあるよっていう、このビショップの南にあたるんですが、そこにね、温泉あるから行ってみたらってずいぶん前に教えてもらったんですね。だもんでね、前からね、ここにね、行ってみたいということでね、企画はしてて、やっとね、こうやって来ることができました。で、ここは大きいプールと、それから奥にね、結構暑いと思うんですけどね、39度ぐらいだかな、ちょっと暑かったんですが、そういったね、プールがあって、我々はちょっとね、その暖かい方にね、2時間ほどここでね、お世話になりました。温泉って感じじゃなかったですね。
まあ、ほとんどカルキの匂いしかしなかったんですが、そしてね、今こちらはですね、その温泉のすぐ横に、まあ、川で、まあ、ここもね温泉が流れているということを聞いたので、まあ、今こちらの方へ来て、この、まあ、要するに川をせき止めてそこに浸かるっていう感じなんですけどね、まあ、ここねちょっと手を入れてみるとね、これもね、まあ、36度7度はあるかなぐらい十分ね温泉として入れる場所ではありました。ただね、これはねもうただここに川が流れているってことなんでね、 もちろん入りませんでしたけどね、手で温度をチェックしたぐらいという感じですかね。まあね、こんなようなねところがね、このビショップの南にはありました。いや、すごいなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとね、日本の温泉と比べちゃうと全然ね話は別ではありますけどね、なかなかねこのマンモスレイクの付近っていうのはね、すごく面白いとこいっぱいあるなと思います。さてね、今回来た旅ちょっとまとめてみますとね、Google マップで見ますと、だいたい5時間ぐらい、ロサンゼルスから5時間ぐらいのところです。で、395号線をだいたいメインに走るわけですけれども、非常にね走りやすかったなって気がしますね。そしてね、次に行ったところがこの、まあ、あのホットクリークというね、温泉がボコボコ湧いてるところ、ここはね硫黄の匂いがしてね、まあね温泉っていう形で、私もね、あの別府温泉とか行って、あの地獄参りとかしましたんでね、まあこういったね場所ね、なんか懐かしいななんて思って、ね、まあアメリカのカリフォルニアにもねこういう場所があるんだと、まあ、ぜひねまた行きたいなと思います。そしてね、次に来た場所はこのマンモスレイク、まあホースシューレイクというところですけどね、ここにね、RV パークから、まあ、大体30分ぐらいで来れる場所ですよね。こちらの方に来て非常にねマンモスレイク素晴らしいなっていう、そんな景色をね満喫できました。非常にねここのやっぱり湖や雪解け水は綺麗ですよね。そして次はね、デビルスポストファイルというところですね。これとセットで、レインボーフォールというのがあるんですがね、ここはねやはりね結構行くの大変でして、結局まあ1時間近くかかったかなっていう、結構な道をくねくねと行って、まあ、そこから歩いて4時間ぐらいですかね、トレッキングをしたということでね、ここもね素晴らしい場所ですよね。そしてね、さらに今度は北に向かって、これはボディというね町です。これはね、一攫千金を狙ったその金鉱山を狙った人たちがね1800年中盤に集まった、そんな場所で、まあ、今はねカリフォルニア州の管理で観光として、まあ、ここは残されているんですけれども、これもね本当ね素晴らしいね、1800年代のねことがよくわかる場所だったと思います。そしてね、冒頭に、説明しました、ビショップの南にある温泉ということでね、これもね素晴らしい場所だったと思います。まあ、今回ねかなり行けなかったところがあるんですよね。やっぱりねオフロード車じゃないときついなというふうに思いました。そんなこんなのマンモスレイクでございました。ではまた。ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。